テンペストストームはアメリカのエキゾティックダンサー、バーレスクスター、映画女優である。リリセイントシアやサリーランド、ブレイズスターなどと並び、1950年代から60年代にかけて最もよく知られたバーレスクパフォーマーであった。バーレスクのパフォーマーとしては60年以上にわたって活躍し、最長のキャリアを持つベテランの一人と考えられている。21世紀初頭まで、 現役のパフォーマーであった。ストームは、ジョージア州イーストマンで、アニーブランチバンクスとして生まれた。貧しい農家で育ち、虐待的な親から逃れるために家を出て、ウェイトレスになった後、20歳になるまでに二度結婚、離婚している。その後ハリウッドに行くことを決意した。ロサンゼルスでコーラスガールとして働いた後、バーレスクパフォーマーとして、 カリフォルニア州オークランドのエルレイシアターでデビューした。1950年頃に芸名をテンペストストームとし、1957年には法的に生命を変更して、こちらを本名とした。このように芸名を法的手続きによって本名にするのはバーレスクのパフォーマーとしては珍しいことであるという。英語のテンペストもストームも共に嵐を意味する。メディアを再生する。 ティーズラマに収録されているテンペストストームのショー。ストームはデビューしてすぐにアメリカンバーレスク界のスターとなった。オークランドのバーレスクハウスであるエルレイシアターに長年レギュラーとして出演する傍ら、ラスベガスをはじめとするアメリカ合衆国中のクラブで踊っていた。グラマラスなスリーサイズと染めていない天然の赤毛で有名であった。フレンチ、ピープショー。 パリアフターミッドナイト、ストリップティーズガール、テアセラマ、ブキサムベアウテアセなどのバーレスク映画に出演するほか、多数の男性誌にも登場した。当時のストームを撮影した写真館の中には後に映画監督として有名になるラスメイヤーもいる。1953年に、ストームはオレゴン州ポートランドに引っ越し、スターシアターで働くようになった。数ヶ月後、 通りの先にあるキャピタルシアターを当時の夫であったジョン・ベッカーが購入したためそこに移ることになった。スターシアターのオーナーはベッカーの元妻でバーレスクスターとしてのライバルであったアラベル・アンドレを連れてきてジョンの別の妻としてパフォーマンスしてもらうことにした。このせいでバーレスク戦争と呼ばれる騒動が起こり1953年11月30日の ライフ氏のページを飾るまでになった。ストームは自分の胸をマネーメーカーと呼んでいたが、1950年代末にはロンドンのロイズ社によりこのバストに100万ドルの保険がかけられていたという。1955年にコロラド州デンバーのトロピックスナイトクラブで働いていた時、テンペストはコロラド大学ボルダーキャンパスで踊ることになった。ステージで ミンクのコートを脱いだだけであったのに、暴動に近い状態になったという。ストームは自分の人生を作家のビル・ボイドに話しており、ボイドによるストームの話の書き起こしは1987年に、テンペスト・ストームマイナス・レディは、ヨーフテンペスト・ストーム、ザ・レディ・イズ・エーバンプという署名で刊行された。ストームはカリフォルニア州ヘレンデールにある、 エキゾティックワールドバーレスクミュージアムのホールオブ、フェーム入りし、この博物館に、ストームの G ストリングが1点、展示されている。ストームは公式には1995年に67歳で、レギュラー出演から引退したが、その後も時々舞台でパフォーマンスを行っている。1999年に、サンフランシスコのオファレルシアターで、クラブの30周年記念を祝うために、 ストリップティーズを披露している。市長のウィリー・ルイス・ブラウンはダンサーを称えてこの日をテンペストストームの日とした。ストームは4回結婚しており、デューク・エディントンのバンドの歌手だったハーブ・ジェフリーズと結婚していたことがある。この他にも若い頃はミッキー・ルーニーやサミー・デイビス・ジュニアをはじめとする様々な男性スターと交際していた。ストームは現在、 ネバダ州ラスベガスに住んでいる。ありがとうございます。